まるで最高はい、どうぞ、どうぞ。今歩いて日本一周してて、それをセンサー、ありがとう、今日はね、あのキビサービスエリアの下りかな、下りに来てますでね、まあ、前回もね来たんですけど、まあ8月のね終わりに、このサービスエリアがリニューアル化したということで、フードコートとかだいぶ変わってると聞いたんですけど、まあ、ここにね友達がお店を出してるんですよね。ケバブ屋さんなんですけど、まあケバブってね岡山でなかなか食べる機会がないんですけど、まあ、ケバブってのはお肉とキャベツかな、パン生地に挟んで食べるみたいななんか感じなんですけど、まあそれぞれねいろんな、まあ、地域によって呼び名が違うみたいですね。でちょっと今日は改めて行ってみようかなと思います。で早速行ってみようと思います。だいぶすっきりしましたね。外とか売店とかあったんですけどね、屋台っていうか、だいぶすっきりしました。はい、サンマルクカフェがあったりとか。で今日はね何でも連絡なしに、来た感じなので、はいどうぞ、はいどうぞ、元気よ、びっくり、そうだね、ちょっとえ、なんで来たんですか。今歩いて日本一周しててまず名古屋スタートして6月末ぐらいスタートして、ええ、でそれが名古屋からずっと南側まであって熊本まで2回で歩いて、熊本まで行って、そこから衣替えで行って名古屋まで戻ってヒッチハイクで戻って、はいはいはい、はい、衣替え終わったんでまたじゃあ熊本まで待って、あーなるほど、ちょっと今冬の装備じゃないですけど冬の装備にし直して、ちょっと今熊本からじゃあ、名古屋からヒッチハイクで、はい、さっき先週おったとこまで戻ろうかっていう。すごいですね。あのご飯食べました。食ってないですね。あ、僕おごりますんで。いいですか、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。なんか好きなものを、あのサンド作ろうか、どれがおすすめですか、はい、店長さんのおすすめで、ね、美味しいの作ろう。あ、じゃあね、あの僕はチキンおつまみケバブで。いや、びっくりしました。なんかのネタで現れたのかなと思ったんですけど多分今ツイッターで、ええ、おかげさまでツイッターで今ハッシュタグ日本一周で調べたら一番上に出てくる。あ、そうなんですか。多分ツイッターの会話で日本で一番か。モレ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 。サンドナオですよ。サンドナオですよ。これはあは。サンドです。あ、じゃあ、ありがとうございます。どうぞ。はい、あ、どうぞどうぞ。僕は。あ、そうですね。じゃあちょっと待機を。ちょっと待っときますわ。はい。あ、これ切るやつないんだ。切るっていうか、あの長いあのこんなやつ。今解凍した。あー、なるほど。おいしゅう鍋で最高、うまいね。おー、これはもうベリースペシャル鍋で、うまいね。あ、また入れてんの。いや、すごいいい人なんですよ。これ食べてもらいに。ありがとう。ちょっとこんな感じでございます。そうですね。おっと。じゃあちょっといただきましょう。あ、なんか飲み物もあるんだね。飲み物もやってますよ。え、コカ・コーラってこんな感なんだ。4種類ある。ジンジャーやろう。コーラ、ファンタ。なんか飲みます？せっかくなんで。あ、じゃあファンタのメロン。ファンタのメロンで。いえいえ。あれ、シオンって言います、名前。あ、シオン。はい、なんかかっこいい名前ですね。いえいえ。今23ですね。ああ、そうなんですか。で20歳21の時に原付で日本一周したんですよ、ね、はいはいはい。その後、
旅をしようって次歩きだなって。しっかり体力つけていただいてください。あのどうぞ。おはようございます。あ、めっちゃ独特のスパイス聞いてくるわ。どうですか、ちょっと。はい、です。美味しいですよね。美味しいですね。いただきます、僕も。うん。あ、美味しいね。めっちゃスパイスかけてました。しかも、スプーン食べやすすぎて最強。うん。箸はやっぱポロッと落ちたりね。難しいよね。スプーンがすごい。優しい。やっぱ洋物にはスプーン。うん、うまっ。でもやっぱりちょっと生地が欲しいね、パン生地というか。あ白米じゃないけど、やっぱ三寸かぶが。あ、大丈夫、とりあえずまだ、OK。 まあ、まあ、あと、あとで、あと、あと、ほら、あと。なんて？ケバブハウス。ケバブハウス？あれ、あれ、インスタグラムもあるよね。インスタグラムとかもね。まあ、名前である。ね、あるよね。あ、じゃ出身熊本なんですよ。あ、そうなんだ、熊本、熊本の。はい。あ、じゃあそこから、とりあえず熊本行って、また。また次、大分で、カボス農家でバイトして、で、また宮崎回ってって感じです。あ、日本一周。これも自分のオリジナルですか？オリジナルで作りましたね。作りましたか、作ってもらったというか、友達とかにデザインを。あ、1日で帰れちゃったよとかね。じゃあその道中でやっぱりいろいろさっき言ったように差し入れがあったり、はい、いろんな人と出会っていろんな人と仕事の話だと、そう話、いろんな話を教えてもらったりとか、非常に楽しい経験ですね。やっぱ自分と全く違う人種の方と会えるので、全く違った仕事をやってる方とか違った価値観とかっていうのがあるので、毎回いろんな発見とか教えてもらうことがあって、もう防水バッグなんですね。防水バッグです、中は防水じゃない。普段はこれをお気持ちでって言って買ってくださる方にプロじゃん売っております。プロじゃん。個展っていうか、なんかそういうのできそうだね。名古屋のニコンプラザさんの方で個展をやらせていただいたことがあって、個展みたいなことをやらせていただいたことがあって、だいたい1枚どれぐらいの値段っていう、大体皆さん1枚1000円以上で、あ、もう、まあ、一応食費でって、これが旅費でって言っているので、ね、あ、気持ちっていうか、まあ気持ちで、あ、頑張ってって言って、そのぐらいで買ってくださって、多い時たまに10枚買って、うん、1万円バンと、ちょっとソーラーパネル見せてもらっていいですか？それで、できます？それ、そこだけめちゃめちゃ気になるんで、ソーラーパネル行きましょうか。よいしょ。何分歩いてやるから、休憩の時に、ね、こういうのをおー、すごっ。だいたいいくらぐらいだっけ、これ。これ8000円かな。 Amazon の安い時に買ったから、自分4000円ぐらいだったから、4000円か、5000円ぐらい。今日とか絶対無理ですよ。今日無理ですね。もう、これパンパン出るじゃ、カンカン出るじゃないとダメです。じゃあ、あれですか、ちょっと次じゃないけど、あの、これは次行く広島ってやつ。広島ですね。ちょっとやってもらっていいですか。やってもらっていいですか。あ、こんな感じ。これで待って。その前は何だったんですか。この前は、ですね、もうなんか使い回してるんですよね。広島の前は、確か広島の前はどこでしたっけ、あれは。これ後で使うよ、後で使うの。大分に、広島の前って言ってたら、大阪か。あ、大阪なので、大阪方面ってことね。あ大阪まで行って行ったんですよね。名古屋から大阪はってか、あの、草津まで行って、草津からこれ持ってたら、広島まで、あ、じゃあ、岡山まで行くよって言ったんで。あのトルコとかにもなんか こういう感じの人いるの、なんか歩いたりとか。いっぱいいる。あ、いっぱいいるの。もう足からでもトルコの 外で寝るって大丈夫なの。外って大丈夫。寝る子ってあのテントとか。イスタンブール以外は大丈夫。イスタンブールダメな。イスタンブールはもう世界中の人いるから危ない。あ、そうなんだ。イスタンブール以外は OK。 あー、なるほど。そういう、美味しかった。美味しかったですわ。ね、すごい美味しかったですね。 Thank you みたいな感じで。めっちゃ美味しかったですね。ね、なんか本当に出会いにすごい感謝してます。新しい出会いがあって、こういう方もおられるんだなというか、そのこういう方というか、そのカメラを持ちながらあの旅をしていると、しかも歩きながら旅してるっていうのが、意外かな。もう行ったところまで戻るだけです。そこから
そこから歩きですね。歩きになるのか、多分歩きでしょうけど、もしかしたらもう今日岡山で降りてまた岡山回るかもしれないし、本当にその日次第。ああ、もう自由な感じで、まあ、もう予定が決まってると決まってないっていう、やっぱ自分の好きなようにできる旅をしたいので。ああ、じゃあまたいい場所があったらそこで写真撮って、撮るかもしれないし、ツイッターでメッセージでうち来てくださいとかあったら、あ、じゃあ行きますわって言って行かせてもらったりすると思います。ください、本当にここ下にね、ツイッターのアカウント載せてますんで、またなんかね、近くに来た時とか、あ、もし視聴者さんとかね、写真の件とか、まあ差し入れじゃないですけど、まあなんか温かい5000円をね、僕もねチェックしますんで、また会えたらお願いします。また岡山よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、ありがとうね。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。